Yeah, yeah. やってきたぜ、ブライアンの質問コーナー。よ、気になるだろ、俺がいつもどんなことしてるのか。だから、ま、それを教えるのは困難だが、混乱させないようにどんなかを伝えていくぜ、ベイベー。Yeah! それっぽくやってみたけどね。はい。疲れた。ねえ、言うてますけども。この動画は、ハゲてる、眩しい等のコメントを禁止しております。ご了承ください。ね、というわけで、やってまいりました。質問コーナーですけど、お久しぶりですね。ちょっと、また一週間ぐらい動画のあれが空いたね。ま、気にしないでしょ。ま、今回はツイッターで質問を投げかけまして、で、そこの方で、ま、リプがたくさん来たので、その中で、あ、これ答えたいなってやつをお気に入りしたので、私のいいね枠から、その質問を選んでいきたいと思います。ちょっとキャラ変えてみました。まず最初レイカや。飼っているハリネズミって、本当に本当に好きで飼っているんですか？はい、大好きです。やっぱりハリネズミはビジネスペットなんですか？違います。タノチンコです。もしも、アズマミキサさんが性病だったら。やべ、海出てきた。あー、どのスカスカスカラブ注入。いや、ラブってか、ね、あれだよね。注射を注入されちゃうよね。はーい。一週間に何回しこりますか？Anytime, anywhere, Zakti, 三洋。Anytime, anywhere, Zakti, 三洋。質問コーナーで来た質問にラップで答えてくれ。なるが汚い。バカ野郎、Thank you。ずっと気になってたんですけど、マーベル好きですか？別に好きじゃないし。あのね、キャプチャーメイがね、ゴム臭いのよ。顔中ゴム臭いよ。あそこの大きさと器の大きさは比例するの？まあ僕的には比例すると思うんだよ、お前。秋田下城で毎日抜いてるって本当ですか？わしゃギリギリか？毎日秋田下城で抜かねえわ。質問です。自分に一番似てると思う地球上のものは何ですか？せんべいマーク。ふざけじゃねえよ、誰も似てねえよ。コーヒー豆ですか？コーヒー豆じゃねえ。ヒカキンをパクってください。ブンブンスノノノン。ブンチ。ブンブンスノノノン。ブンチ。ブンブン。ハロー、YouTube。スキル。芸能人のフリースタイルやってください。TBS アナウンサー、デミズマイ。大好きだけど女だから、ミスない。Thank you, man! Yeah! バインが、終了することについて、どう思う？いや、めっちゃ悲しいっす。クラミディアですか？クラミディアじゃねえよ！スーサイドスクワットに出てた人ですかーい。ハーレクイーンじゃねえよ。ブライアンって名前気持ち悪いから、ティンクにしたらどうですか？あの男に名前つけるときにこうつけるのどうかと思いますけど。X ビデオ始めないんですか？光の速度でピストンされたことはあるかい？今まで生きてきた中で一番嫌だったあだ名は何なのだろうか？ハゲ、コーヒー豆、ニガー、ネグロ、黒人、ネグロイド。友達がいないのはなぜですか？別にいるし。いるし。ただあれだから、みんな大学とかバイトで忙しくて会えないだけだから。だから、基本いないだけだから。いるし。いるし。脳内何歳ですか？小児、女子。精神面だけで言ったら植物の域じゃろ。なんでそんなかっこいいの？その質問って精子提供者と卵子提供者に聞いてもらっていい？俺ただ生まれてレールに敷かれた道を歩いてるだけだから。質問ぐらい自分で考えろ。ねえ、ブライアンってなんでそんなかっこいいの？それは精子提供者と卵子提供者に聞いて、俺ただレールに敷かれた道歩いてるだけだから。メイウェザーですか？ウィル・スミスですか？誰ですか？どっちでもない。そんなにうまくラップを作れるのはなんでだい？なんか俺がラップを作るっていうか、ラップが俺を作ってくれてる、そういう感じがする。あれ、前スタバで焙煎されてませんでした？スペルマフラペティーノぶっかけるぞ。誰のガレアケミを抱いた時の感想は？抱いてないですし、一瞬だけフォローしてもらったんですけど、パイパンヒューマンあげた瞬間フォロー切られちゃった。君の元カノがブライアンのブライアンはオロナミン C の瓶より硬くて太いって言ってたけど本当ですか？リサト君、あなたは僕のね、リアルの友達で、まずじゃあ一つね、その人は元カノじゃない。それ多分本人から聞いてるな。ここでは言うな。ブライアンさんは日頃友達になんて呼ばれてるんですか？てか、友達いるのかな？いるし。ブライアンだし。いるか？ブログとか撮って、ね、ほら、ブログとか友達いるじゃん。俺、
お前ち言うか。いや、おめえなんやねん。おめえもな。いかがだったでしょうか。私の中身がよくわかったんじゃないでしょうか。まあ皆さんもまた質問があればぜひ私に、言ってください。バイバイ。毎回バイバイの前のあれがわかんねえわ。See you.